あ、FEC チューンド、 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 FEC チューンド。さあ、今夜も始まりました、オードブルの深夜に見せてろ、FM ギノーから生放送でお送りします。オードブル松田健吾でーす。あ、なんで、何が、なんで、いや、あまりにもギリギリで俺水とか飲んでたから。まこもよしよしよし、あ、なんて自分の番組に手抜きすぎたのこいつやばもう1時間喋ったからな1時間、1時間半喋らせてもらう。久しぶりになんかエピソードを考えていっちゃったかららしくねえな、お前もういいからっつって、もういいから労力的にはもう仕事したからなと。こんなやつら絶対に客つかねえいやいや、カープボーイがよ、うん、こんな感じだからよ。なんか最近俺たち手抜きしてんもんな、別にな。手で抜いてんの？手では抜いてる毎日。いや俺は抜いてない今。いやそうだ、この人抜いてないよって。単独まで抜かないって決めてんだから。単独まで今禁欲、禁欲生活してる。禁欲してんだからこっちは。意外にしろんどれ。そうそうそう。抱いた？抱いてないですよ、そんな。抱いてないの？忙しいじゃないですか。え？忙しいじゃない。頼む、抱いてくれもっと。なんだもんお前。俺の怒りをもっと。知るかや。込み上げさせてくれよ。なんだそれ。知るかや。頼むよ。嫌だよ。なんで俺お前のために抱かんといけんの？俺嫌だ。何なの？あ、めいちゃん様ありがとうございます。ね、決定しましたから。禁欲生活中ですよ、はい、そう、ね、まあもうね、ここでは 何回も言ってますからね。言ってますからね、何やるってね、最後にね、うん、だからひゆみさんも聞いてますけど、うん、単独の最後のネタは、うん、あの風俗漫才なんですよ。そう、これはもう僕らの殿下の宝刀なんですけど、あんまりハードル上げないでほしいんですけど、でももう やるってなった時に久々にやろうって話をして、うん、でもうあのだからそのバイト先の方とかいっぱいいらっしゃるから、何か失う可能性あるわけですよ。もちろん風俗好きなんでバイト先で言わないから。言わないよ、もちろんのことね、うん、言わないですよ。で多分このラジオも聞いてないんで、うん、大丈夫なんですよ、うん、でもやっぱ芸人だし、うん、やらないといけないじゃないですか、うん、でなった時に今だから風俗長らく行ってないんですよ、本当にコロナになったりとか、うん、まあその間に、ね、彼女とかもいたから、うん、言ってね、そんな行く機会なんてできないわけじゃないですか、うん、ってのもあったんで、自分の中で面白いエピソードをその前世紀ほど出せるかっていう心配があったんですよ、うん、っていうその見合うかと、この風俗というワードを出した上で、うん、ウケるワード笑いと自分が出したこの何かを失う可能性があるものと天秤にかけた時に死に迷って、うん、めっちゃどうしようって悩んでたんですよ、うん、先月末とかに、うん、したらこいつが、うん、いやお前もう禁欲しれって言って、うん、その手からとお前天才やしっつって、うん、だ僕は当日まで禁欲をして、うん、当日まで、当日までもう今1ヶ月やってないですよ、うん、オナニーしてなくて、うん、で当日みんなの前でやろう、えっするかいいよそれ、東京アディオスだから、するか東京アディオスだよ、みんなの前でやろう、アディオスやしよ、するかいやリアル東京アディオス、いや違う違う、だから今日の売り上げで俺は風俗に行くっていう、うん、言霊にしたくて、はいはい、ほんとにオナニーしないし、うん、お前もいっぱい彼女だけよって言ってるんですよ僕、うん、でその負のオーラを貯めてオーラ当日爆発する予定なんで、きしょいでしょトンコクさん聞いてる、聞いてる、トンコクさん聞いてる、トンコクさん、あ、イカ焼いて出せイカ焼いて出しとけよ、そうやったらバレんからよ、会場中にイカ焼いて出しとけよ、そうやったらバレんから、だから多分終わった後ね、あ、出てるかもしれないしね、やっぱ出さんでいいから、ずっとすみ、あの当たり目ずっとどっかで焼いててほしい、ね、客みんな帰った時にみんなイカ臭い最低のライブじゃないですか、でももうそんぐらいのフラストレーションをね、うん、今ためにためてます、溜めてる、いいね、わざと、うん、お今風俗行ってるんですよ、意味わからないでしょ、おっぱぶです、だから抜きはなしの、あ、え、抜きなしのだ、おっぱい触るぐらいの、ああああ、チューするぐらいの、ああに行ってます、めっちゃ今もうわざと言ってますよ俺も。この抑えてる自分の。抑えて帰って楽しんだろ。もう楽しいっす。やばいな。俺めっちゃ今 AV 見るんですよ寝る前。寝る前に AV めっちゃ見ます。マジか。で寝ます俺普通に。やばいな。
ね、最近体調悪いんですよ。ハゴさん。最近体調悪いんですよ俺。牛乳屋さん、そうです、味覚ゼロさん。違うよ、僕あっちにいたのに、元氏がずっと折り道喋ってるから、入らんといけんのかなと思ってきた。まあまあまあ。え、明日早く帰らせ。どうぞ。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、ついだし皆さん、はい、あのごっくんちょネタもやるそうです。1枚、もうチケット渡しといたら。あ、取ってきましょうか。いいんじゃない、いつかも。じゃあ、ひゆみさん、顔分かるから、そのまま入る。まあまあ、帰りが受け捨てなんで、はい、ひゆみさん、すっと入ってください。よろしくお願いします。あれじゃ、ワンチャン来週は、まあ、来週も会うか。来週は、来週は渡しますね。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、禁欲でしょ。まあ抜いてないだけ、抜いてないからね、抜いてないだけ。すごい負のオーラが溜まってますよね今ね。見たいですね。大変ですよ本当に。バイト先であなたもずっと機嫌悪そうに見えますもんね。いや今日はちょっと体調悪いかしら、ね、ね、まあ、いい時は普通なんで。そう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 。まあ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 、いいんじゃないですか。大変ですよこれも。いや大変だと思いますよ。風俗行くだから終わった。じゃ行ってください一人。中津行く。行ってくださいそれは。どうぞ。あれだよ売り上げだよ。あもういいよそれ、じゃあもう行ったらいいよそれで。どうなるかはね。だからこれに関してはネタしてないんで、ほぼなする予定ないんで今のところ、まあね、こんな話はしようねみたいなのはあるかもしれないですけど、うんうんうん、当日どうなるか分かんないですよね。分からんな。どっちだと思う、そのバイトのね女性陣はどっちだと思う、うん、大丈夫そんな感じするんだけどね一応。まあその我々が何を懸念してるって、その何か失うかもしれないって言ってますけど、別に我々そこまであのクリーンなイメージではないと思うんで別に。だから引いて帰らしたくはないなってのがあるんで。引かないと思いますよ。あ、じゃあやっぱりかと思って。よかったよかった。やっぱりか。よかったよかった。こいつらやっぱりかと。大丈夫だマジ。ネクラのヤバとデブのヤバがいるだけかと。じゃあじゃあ大丈夫だ。そうそうそう。とりあえずどんな感じでやるのって言ったらダメさ。本番に楽しむんと。あ、まあな。決まってないんですよ本当に。決まってない本当に決まってない。お前本番で楽しむないとはもうそういう意味に聞こえてくるから。本番で楽しむんとこんな。でもそんなもんじゃない。本番ありですから今回。ネタもね、うん、あの基本的にまあ、うん、まあ台本通りやらないからね絶対に。台本ないし。台本ないし基本的に。ないし基本的に。キャンさんが音出すからコントだけ台本作ったもんね一応。そうそうそう。久々に。それ以外は基本台本ないし。台本あるよ。あるよ一応。流れは決まってるけど。あるよ一応。ちゃんとやってるよ。うん、ちゃんとやった上でね。うん、ねまあまあ自分たちのねやり方が自分たちが一番わかるんで。うん、これが今いいだろうなと思ってやってますけど、うんうん、まあまあいいんじゃないですか、うん、まあありがたいことに、うん、まあソールドしたんで、はい、先週で、はい、ありがとうございます本当に、はい、ソールドして、はい、あとはネタをやるだけですね。ファントマは出るのっていう疑問がありますけど、いっちゃいこれもいっちゃい、もうすいませんファントマはですね今回出ないです。出ないです。あ、30分かかるんですよ。儀式にちょっと時間がね、儀式の時間が足りなくてですね、自分たちだけしか出ないライブであれ無理です。無理ですね。30分待たすことはできません。そうですね。頭にやるのも違いますんで。はい、すいませんね。いつかね、いつか、何、はい、かのタイミングで。何かのタイミングでやります。はい。そう、しょうがないですね。間で1回ペイで1本挟まんとな。そんぐらいのレベルなんで、はいはい、しょうがないです、あれは。まあ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 、まあ、楽しんでいただくようなね。だから最近やってるしな、ファントム。まあ、待ってるのライブで、ね、あると思いますよ。はい。まあ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 、ぜひ。何だったか、なんか話があったんだけど、忘れちゃった。なんか話あった？なんか話あったんだよ、はいはい、忘れちゃったね。なんだったかな、なんでしょう、なんだったっけね、わかんない。何の話わ、なんだっけ、俺も一緒、うん、じゃあ知らんよ、わかるか俺お前の何の話する。ああ、まあまあ、今日はもうあれじゃない、 WBC の話がいいんじゃない。でここしてた、キャンさんしてました、してないか、しない、しないか、うん、見ました皆さん WBC。 見てないです。見てないんだ。あ、まあ、優勝したというのは知ってますよ、はい、もちろん見ました、キャンさん。最高だった、すごかったっすよね。だからまあね、まあスポーツ興味ない人からしたらね、うん、まあ、なんだこれ、何の話だって話ですけど、うん、やっぱすごいなってのは、うん、やっぱ思いましたね。サッカーもそうですけど、うん、いや今いいですね。やっぱワールドカップもあったし、サッカーのね、うん、WBC もね、うん、見事日本で14年ぶりに3度目の優勝をしたわけで、はい、今年の優勝は相当価値あるんですよ、やっぱり。そうですか、相当フルメンツなんで、はい、いろんなところが、はい、もうイタリア戦まではね、準々決勝のイタリア戦まではもう通過点です本当、日本からしたら。もうメキシコ、アメリカっていうね、はい、
あの2つを戦ったのは相当すごかったですし、最後大谷君がね、うん、やっぱスライダーで決めるっていうのもまたね感情深いところもありますね。大谷が決めたんだ最後。そうですよ。あ、そうなの。ダルビッシュ張りのスライダーで決めたみたいな。そう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 。しかも相手がね、うん、トラウト。トラウト？サーモン？マイクトラウト知らない。知らん。マジか。現役最強バッターだよ。そうなん。そうそうそう。全然知らん。で大谷とはチームメイト。ああそうなんだ。でどっちも MVP 取ってるメジャーで。なるほどね。が最後対決してトラウト三振にして。はい。ゲームセットです。トラウトって言われたらもうサーモンしか構えに浮かばないもんで、すいません選挙コーナーで働いて。僕的 MVP ですか。僕的 MVP は本気のやつですか。なんだろう、本気じゃないやつであれば、あ、なんかそのみんなが喜ぶ用と僕個人の意見用があるんですけど。知らないっす。僕はみんなの意見用は逆に何なんですか。みんなの意見用は大谷翔平って言いますよ、もちろん。あ、そう、ヌートバーじゃないの。あ、まあヌートバーもいますけど、もちろんね、うん、でも大谷翔平じゃないってなっちゃうではあるんですと思うんですよね。あ、そう。僕のはもう、ね、まあ、みんなそう思うと思うんですけど、栗山監督です、僕は。ああ、そっち。やっぱあのね、本当にあの、あ、吉田も良かったですし、はい、でも栗山監督って方は、うんうん、まあ、2チャムでもね10年ぐらい監督やられてたすごい方で、うんうんうん、であの人ってやっぱ俺メキシコ戦の最終回で思ったのが、うん、やっぱこの人本当にすごいなと思ったのが、うん、選手を本当に信じるんですよ、うん、絶対に切らないんですよ、うんうん、いちいち日ハム時代の時に中田翔ね、うん、今巨人にいる中田翔ね、うん、がもう全く打てなかったけど1ヶ月ぐらい、うんうんうん、でもずっと4番で使い続けて、うん、やっとホームラン出てそのシーズン良かったみたいな、うんうんうん、もうだからもうあの人からしたらもう 4番って決めたのも4番なんですよずっと、うん、まあ、あるじゃん、2週間ヒット出なかったら7番に落ちるとか。あ、そうなんだ。そういうのもあるじゃん、やっぱね、調子悪かったら落ちるじゃん、打順はね、もちろんそれはそうじゃん、うん、絶対しないのよ、うん、だ村上が今シーズンね、うん、今大会か全く打てなかったのよ、うんうん、でももう最年少三冠王ですから、うん、三冠王だからね、うんうん、一番バッティングうまいから今のところ、うんうん、打率もよくてホームランも一番打ってて、うん、一番点稼いでんだから、うん、バケモンだからシンプルな、うんうん、っていう村上選手を全く打てない中、うん、4番、まあ、5番に落ちちゃったんですけど、うんうん、最後の最後までレギュラーが外さなかったんですよ、うん、でもやっぱね、みんなずっと文句言うわけですよ、うん、でもこれスポーツとか全部俺はもうありもんだと思ってるんで、うん、手の熱い手のひら返しはね、うん、もういろんなとこ中最後だから村上選手が決めてメキシコ戦勝ったっていうのもあるんですけど、うん、はい、この延長も見える中だったんですよね、うん、2点1点差だったんで、うん、っていう中吉田選手、うん、その日スリーランを打って同点にした吉田選手、うん、メジャーリーグレッドソックス所属のね、うん、メジャーリーガーですよ、うん、っていう、まあ大谷がまずツーベース打って、うん、で吉田がフォアボール選んだんですよ4番の吉田がね、うん、で吉田がまあかっこよかったですね、あの村上がお前打てよみたいな感じ出してるんですよ、うんうんうん、の中吉田にダイソー送ってるんですよ、周東っていう、うん、パワープロデュー足 S ね、うん、パワープロデュー足 S ね、うん、あと動画見せる異次元みたいな早いから、うんうんうん、の置いた時点で、うん、もう村上で決めますよなんですよ、その後中野なんで阪神の、うんうん、中野に期待はできないわけですよ、まあ言っちゃ悪いですけど、うん、そういうバッターじゃないんで、うん、村上で決まらんかったらなんなら負けも見えるんですよ、うん、の中だからそうなってくるとどうよくて同点みたいなとこもあるわけで、うんうん、そこで吉田を下ろすっていうのが、うん、どんだけすごい采配か、うん、もう村上長打打ちました、一塁にシュート変えれますねなんですよ、うん、シュートならもう外野に行った時点で帰ってくるんで本当に、うん、本当に帰ってきたし、うんうん、もう俺ほんとすごいなと思った、ここまでの吉田を下ろすってのは無理よと思ったもん、 俺、うん、俺はできんすごいなと思った、やっぱり、はいはい、本当にここで決め切る、うん、素晴らしいですよね、あれはあれが一番良かったですね、今大会の MVP です、あのシーン、監督、 あれを決断する監督の凄さ、うんうん、すごいですよね、もうあれはもう村上で打って終わらすよっていう、はいはいはい、いやいつまで打たんばっても打てるよってもお前はっていう、もうすごかった、超すごかった、で次の試合普通にホームラン打ってたんじゃない村上、あ、そう。でもそういうことじゃないですか、優勝した時って、うん、第2回もね、イチローがずっと不振で、ね、最後の最後打って逆転して優勝、うんうん、勝ち越しして優勝みたいな、うん、第1回なんてね、生き返り福留ですからね、うんうん、そう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 、そんなのもありますから、うん、こんなもんですよスポーツなんて、うんうん、でやっぱ話題になってんのが、うん、なんかまあ、そういう時代だからそういう風にねみんなメディアでやるんだろうなと思うんですけど、うん、抑えたりしたら、うん、みんなグローブとか投げるんですよ、うん、日本人だろうと、うん、海外はもう普通にバット取るんだけど、うん、
まあ、日本じゃそこまでしてない、しちゃダメみたいな、うんうんうん、あるじゃん風潮、うん、海外で当たり前なんだよ結構、まあね、そこまでのそのなんか道具を大事にしましょうみたいなのがないから、まあ、感覚は違うから、それはアメリカのじゃん、うん、日本人はちょっとねそういうの良くないじゃんみたいなのあるじゃん、まあ、まあまあそれは分かると、でももう今回めっちゃ投げんだよみんな、うん、大谷なんか三振した後160点でグローブとボッチャ投げてたからさ、うん、とかあるのよ、うん、でそれにいろいろあるんだけどコメント、うん、俺これはどうかなと思ってて、などうコメントしてるの、だからそのな投げるなよとか自分の商売道具をさみたいなあるわけじゃん、しょうもねえなと思って、いや分かると言いたいことは分かるけど、だからね、麻雀の話になっちゃうけど、うん、この前リーズも純ちゃん、はい、3色を積もったのよ内川さんが、はい、パーンって強打しちゃったのよ、うんうん、でもあれ積もって逆転トップだったっけよ、うん、しかも高め、うん、6球ピーマッチで、うん、であれをなんか強打ダメですみたいなもうめっちゃ多かったっけよ、うん、いや強打するじゃん、うん、あの場面あんだけね人生をかけてる人たちがさ、そお前なんかが言ってる雀荘のレベルじゃないよと、だから逆にあの人たちは人生と生活がかかってるからやん、そうそうそう、お前なんかは何もかかってないだろ、でもまあまあまあね、俺はよく言うんですけど、うん、こっちでは言ったことないかもしれないけど、うん、マナーと礼儀は違うよって話僕はいつも言うんですけど、まあ、僕スポーツにおいてね、はい、まあ、麻雀もスポーツみたいなとこあるんで、うん、勝負事において、まあ、マナーは最低限守ってもやろうよって話だけど、うん、礼儀はちゃんとその人にリスペクトがあるんだったら、うん、別に引き相撲も強打も、うん、帽子投げるのも俺は全然おっちゃうと思ってるよ、うん、それはなんていうかな、なんていうかな、これはね、だからそこに 100% 振ってるわけじゃないじゃん、もうしょうがないじゃん、そんだけ気持ちこもってんだから、うん、だからそれをなんかね、もう今の時代多いなーっていうのはちょっと思っちゃって久々に、まあ、いいじゃん、なんか言いたいんでしょ、まあ、あれはちょっとむずいっすよ、あれ守備エラーの時やっちゃったんで、ペッパーミルあるじゃん、はいはい、ヌートバーの、うんうん、あれを注意されたんでしょ、うんうん、いや球児がやっちゃちょうどだったから、うんうん、こあでもエラーで出塁した時にやっちゃったから、 あれはちょっと微妙ですねそれはちょっと相手が嫌な気持ちになるからね、それはなんかマナーと礼儀になってくるかなと思うけど、うん、いいじゃんっていうね、だからいやそれを生業にしてるかしてないかでしょ、うん、ほんとそれ、だから麻雀しかりあの人たちだってあれで飯食ってるわけ、うん、であれでやってるわけ、それで自分が使ってるものに感情が高ぶってしまうのはもう仕方ないですよ、それは、ね、ごめんねって思ってるよちゃんと、おもちろんそんなこと言ったらじゃあ俺なんか舞台上でさ、うん、あのさどんどんするなよとかさ、なんか使うなよとかなんか変な言われ方することになるわけじゃないですか、三八マイクとかさ、いいじゃん別に、でもそれは俺なんか使ってるんだからね、まあもちろんねそれを見せてこその、うん、プロだと思うはするんですよ、うん、もちろんねそれも一つのプロとは思いますけど、うんうん、そんなこと言ったらね、もう優勝した時ぐらいいいさと思うんですよね、うん、そう裏側見えんさ、うん、もういいじゃんって話、普段からやってるんだったらダメよ、うん、普段からさ適当に投げてるんだったらダメよ、いやでも優勝した時ぐらいもうレベルが違うんだから、うん、世界お前世界しとったことないだろって、うん、なんかで世界しとって感情が高ぶったことがないやつがネットでたまたま言うな、しょうもないんだから、何者かになってから言え、そんなこと言ってるやつはマジで、まあ、って思ってる、僕はもう生粋のスポーツ好きなんで、うん、いろんなファンありますけど、うん、本当に打てない時に文句やつね、うん、いいんだよもう昔は切れてたんだけど、うん、もういいんだよと思ってんだけど、うん、逆にさ結果打ったら俺は信じてたよとか言うわけじゃん、うん、熱い手のひら返しをするわけじゃないですか、うんうん、だからどういう感情でやってんのかなって思う、俺は、うん、もちろん阪神が大好き、プロ野球だったね、うん、去年なんてずっと最下位だったんですよ、うん、でも1ミリも応援しないとか思ってないんですよ、うん、で結果3位になったし、うん、っていうね、うん、のがあるわけで、うん、別にそれはね好きだから応援してるでしょって、うん、強いから応援してんのって話だね、うん、まあ強いが好きになるかもしれないけど、うん、ってのもあるからね、なんか分からないんですよ、だからいつもその、うん、全然気持ちがその、うん、逆に大丈夫って思うんですよ、その今言ってる人、うん、そうまあ、まあ何回も名前出しちゃうけど、うん、その中地とかねサッカーの時になんかいろいろツイートしてたんですけど、うん、あいつは別にサッカー好きじゃないからいいのよ全然、うん、全然どっちでも、うん、でもなんか好きで見ててさ、うん、なんかそんなって言っちゃうと恥ずかしくなっちゃうよっていつも思うんだよね、まあだからその程度でしょ、難しいよね、まあ、みんながどうか分かんないですけど、うんうんうん、
あ、味覚ゼロさんね、好きの反対は無関心っていう理屈みたいな、ね、好きだから文句言う部分もあるよね、うん、確かにね、それはあるかもね、はいはい、まあでもまあいいんだけどね、面白いなと思うけどね、うん、またで結果やっぱすごい人って実力で騙せるからよ、うん、かっこいいんだよな。ちなみに俺的 MVP は近藤、うん、ああ近藤先生、ね、キャンさんは近藤、イチローかな、キラパスだよ分かってるか、3個目で落とせよみたいな感じで渡してきて、まあ瞬時に回った方だよ一応今、うん、大して落ちはしなかったよ。一寸ヨップって言えばよかったのに、あんなに一寸ヨップって言ってたのに、先週の流れ誰も分からんだろ多分一寸ヨップの流れな、あ、うんうん、そうね、はい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 、まあまあカウボーイさんの言いたいこともまあ分かりますよね、まあ、まあまあ全然いいんですよ、うん、結果ね、まあいろんな意見があるんですけどね、それを思っとけって思う、発信すんないちいちって、それがやっぱいないよね、ああそれも面白いし、ああそれ面白いしな、一体お前って思うわけ俺もう俺はもうほっとけって思うんだよな、もうなんか、あ俺も言いたくなる時もあるよもちろん、うん、でも言ったらよ結構負けだからよもう、うん、書いちゃったら負けだからよ、ほっとけって思うんだよな、あぶねあぶねっていつも消しそうになるわけよ、うん、そ言いたい時もあるよもちろん、何かね、うん、何とは分からないけど、うん、あるよもちろん、あぶねあぶね消したもんね、うん、そう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 、言わない、まあ、これも人それぞれだけど俺は言わない方がかっこいいと思うから、うん、その辺は、まあね、そうそうそう、わざわざ見えるところでね、あ思ったりとか仲間内だけで別にそれ言うのはいいんですけど、わざわざこのみんなが見えるところにこう出すのは俺あんまりだから、うん、好きじゃないんでね、うん、まあ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 いいんじゃないですか、ね、すごかったですよ本当に、シンプルに、うん、シンプルにすごかったですよ、いやおめでたいですあれ、いいっすね、でもねちゃんとスポーツがこう盛り上がってきて、コロナもね、みんな頑張るよと、このあとバスケもラグビーも来るよと、同じぐらい盛り上がろうぜっつって、難しいんじゃないかな、難しいでしょうね、うん、なんかね、まあまあサッカーやっちゃうときちゃったからよまあ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 いいじゃないですか、まあ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 今年はあるしね、明日はサッカー、明日サッカー、明日なんかあるの、あキリンチャレンジカビウルグアイか、ウルグアイは来週か、明日ウルグアイ、うん、で、明後日はオキショ、オキショね、ああ、オキショか、クラークね、はいはいはい、いろいろスポーツが盛り上がってますね、なんかこの時期珍しく、そうだね、全然、うん、興味ないんですよ1ミリも、ああ、戸郷の評価いいらしいですよね、誰、わえ巨人の戸郷、知らんいろんな若手が見つかっちゃったのよ、今回アメリカでアメリカに見つかっちゃった、いいの入れてっつって、ずっと今日甘がみするな、そしてな見つかっちゃったとか中日の高橋も見つかっちゃったし、うん、多分湯浅も見つかってると思うんですよ、佐々木朗希、まあ、とりあえず佐々木と村上はもうずっともうあの MLB のそういうなんかラジオとかなんかそういうのでは、うん、もうずっと佐々木村上っていうワードがいっぱい出てます、ああそう、もう完全に見つかりました見つかっちゃった見つかっちゃったちょっとで中で戸郷とか、はいはい、高橋とか中日の高橋とかね、うん、阪神湯浅とかね、うん、あいつだってまだ20歳とか22歳とかなのよ、はい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 、3000万とかなのよ、うんうん、が、48億とか三振取ってるから、あっさえぐいね、えぐいですよ、びっくりするはずよ、年俸調べて3000万ってなるはずよマイナーリーガーぐらいやしってなるはずよ、海外あっちだよな、うん、3000万でも十分ですけどね、こっちたら年収30万ぐらいで終わりそうなレベルですからすごいよね、はい、高橋、まあまあ面白かったですね、やっぱ野球、うん、野球興味ない人からしたらちょっと大変かもね、だから多分ラジオとかも、うん、ミュージックシャワーとかずっとその話してたから、うん、だからちょっと流れちゃった今日、うん、ラジオぐらいはちゃんとやってほしいってあ、そうだまあ気持ち分かるけどよ、まあまあ気持ち分かるけどさ、まあね、まあ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 な、気持ち分かるよ、日本一って世界一だからな、うん、一応な、野球ぐらいじゃない世界一取れるのって、ね、球技では、そうね、球技はないんじゃないもん、なんでさ野球こんな強いのって思うわけ、まあ歴史があるからだと思うんだけど、うん、日本人がなんで強いのっていつも思う、勝負に合ってるんだと思う、なんかな、勝負に合うんでしょうね、なんか分からんけど、正直だってほら野球って言い方あれだけどそこまで体力つかないですからね、まあ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 、うん、だからそのまあ100年以上の歴史があるんで、あと体格差がそこまで出ないんですよ、まあ、まあまあ出るけど、サッカーとかバスケとかほどこの体当たりでぶつかるってあんまりないから、フィジカルの差でこうなんていうんですか、
負けが出づらいんですよね。にしてもだよ。いや、わかるけど、まあ、一番はアフリカ人が野球やってないことなのよ、うんうんうん、アフリカ人がやってるやつは大変なことになってると思うから、うん、もうとっくに、うんうん、とっくに大変。でもこれアフリカ人は一生やらないから、うんうん、もうサッカーに全振りしてるから、あっちは、うん、っていうのもあるんだけど、金かかる、まあ、金かかるんです。だから金持ちのスポーツだから野球って ね、うん、野球ってね。でもこんなに強いのってすごいな。なんでなんだろうと思う、日本人でさ。あのちょっとあの職人気質な繊細さとか、ああいうのが出やすい競技でもありますよね。あのでも大谷翔平なんかさ、うん、おかしな話じゃん。日本人であんなすごいの出ると思わんかったからね。だからその、まあ、どちらかというと今日本人って体型とかも欧米化していっている中で、うん、そのいいバランスなんでしょう。日本人のこの持つ職人気質のこう細かきめ細やかな部分と、欧米の、ね、体格もとかも大きくなっていった日本人のこのバランスがちょうどスパンって余ったのが大谷なんじゃないですか。だから、うん、まあ今は日本のサッカーのレベルも相当上がってるんで、うんうん、相当海外でやってるからいいんだけど、うん、もう10年20年前なんてさ、なでしこジャパンが日本あ世界一取ったか。ああそうか、なでしこは取ってました、失礼いたしました。だからサッカー最近本当にレベル上がってて、うん、やっぱ本当に世界とやっと勝負できるスタートラインに立てたなとは思うんですよ、うん、僕もワールドカップちっちゃい時から見てるしサッカー大好きだし、うん、やっともう今大会はやっとやっとやっとだなっていうのはもう全然関係ないななんてのは思ったんですよ、うん、ヨーロッパなんて、うん、やろうと思えばちゃんと。でもまだ一つ壁はあるな、クロアチア戦でって思ったんですけど、うん、待ってね、そんなこと言ったらね、ザックの時なんかね、もうシンプルに力の差見せてられたし、うん、ってのがある中、本当20年前なんてそのジーコだったかな、ジーコ監督、トルシエ、20年前トルシエじゃないとかの監督が、うん、その日本代表を決めるっつってやってる時に、うん、日本のそのトップアスリートは、うん、横浜ベイスターズにいるって言ったんですよ、うん、三浦でしょ、三浦とか、そのだから横浜の試合なんとなく見たんだろうね、うん、そしたらあ、トップアスリートはみんなここにいるっつって、野球にいるんだ。だ当時は野球全振りだから日本は、うん、今はそんなに差はない、なくな、徐々になくなってるのかなと思うけど、うん、日本野球選手ってすごいのよ、シンプルに、うん、結構、うん、だ俺よく言うんだけど野球部ってサッカーうまいのよ、うまい、何でもできるのよ野球部。うまかったね野球。だ野球ってスポーツのまあい、まあメジャーなんか言うんだけど、うん、本当アメフトよ、うん、何でもできるって、うん、でもアメフトはそんなにメジャーじゃないからアメリカ以外で、うんうん、だから結果その野球なり、うん、バスケなりとか、うん、その NBA とか、うん、メジャーリーグとか、うん、欧州五大リーグとか言うわけじゃん、うん、でも結果身体能力が一番高いのって、うん、MFL なのよ、うんうん、アメフトなのよ、うん、でもアメリカでしか流行ってないから、うん、みんな知らないだけで、うん、一回見てみ、俺はキュウリ好きだから何でも、アイシールドが好きだったから見たことあるんだけど、もう世界の一番身体力高いやつはみんなあっちにいる。あそう。で、だってあいつだってさ、うん、もう火じゃないぜメジャーリーガーとかの、うん、一球投げて何千万稼ぐよあいつら、うん、とかなのよ、うん、だ本当にこれがアメフトっていうアメリカフットボールっていうもう言っちゃってるから、うん、アメリカ以外では流行ってないんだけど結果、うん、もうあれが最高峰スポーツの、うんうんうん、もう一番稼いでる、うん、一番すごいって俺は思ういつも、うん、もう派生野球とかバスケなんてっていつも思う、うんうん、でもなんていうかなそのにね国で盛り上がらんときから、うん、サッカーだと思うんですよ一番はね、うんうん、でもヌートバーはそれを蹴ってから野球やってるから、ね、そうそうみんなアメリカの大学生とかって3つぐらいやるのよやっぱ、うんうん、野球やってバスケやってアメフトやってみたいな、そうなんで一番いいとこに行くみたいな、へえこれ当たり前らしくてアメリカだ、うん、もう当たり前もう全部やる全部できるからあっちのなんて、へそう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 関係ないからよアメリカ人とか見て思うとけど、うん、そのピッチャーとかセカンドとか関係ないけどみんな日本人だったら、うん、足早い子セカンドとか、うん、ちょっと身長ちっちゃいねセカンドショー、まあ、ちょっと小柄に行こうかとか、うん、カラオケねピッチャー行こうかみたいなのあるじゃん、うん、もうアメリカ関係ない、うん、みんなでかいから当たり前に、うん、ちっちゃいのほぼいないから、うん、もうショートとやってるやつも肩バケモンだしみたいな、うんうん、ってのがあるから結果全部そういうのに繋がっていくんだけど、うんうんうん、そのやっぱね本当 NFL 見た方がいいよマジで。一回ちょっと後で見ようぜマジで恐ろしいもん。俺スポーツ嫌い。なんで？校舎で一回飲もうなもん。いや100キロ超えがな100メートル10秒台らしいからな。いやすごいのは分かる。そういうのは分かる。うん。
だから見たい人は好きなものは見てください。まあな、いやすごいの分かるよ、あのアメフトめちゃくちゃマジいいじゃん、らしいね、もう NFL マジ、もうあっちのマジすごい、マジですごい、なんで俺こんなにスポーツに熱くならないんでしょうね、マジですごいよ、何なんでしょうね、もうやってたのに ねやってはいたけど、なんでお前足止めと一緒だよ、何足止めもそうなったよ、何が野球やってたけど、うん、プロ野球見たことないし、あー見ておいたよ、やってるときは見てた、やってるときは見てた、あれはもうシンプルに、まあ、あのまあ、しょうがないよな、教材として見てた、しょうがない、しょうがない、そう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 、あんまりそんな勝負ごとにこだわらないタイプなんでしょうね、あと見るやるのが好きなんだよ、あーなんですかね、麻雀は見るんですけどね、だから見るけどね、なんでしょうね、あ、だからもともとスポーツのセンスがないので、多分俺よりないよな、ないと思う、で普通になんか分からんけど、うん、デブだけど、うん、多分俺の方がいいよな、何が身体能力なりいいんじゃない、なんか、うん、もう興味ないから伸ばそうともしてないから、うん、だからこれ確かにこいつがスポーツしてる見たことないな、うん、ないでしょ、だって俺ゴリゴリにフットサルとか、フットサルもいかんしな、こないさお前疲れるもん、疲れるし怪我しちゃったし、本当に俺がまあまあ動くわって言う、うん、デブの割に、うん、まあまあ頑張る、だ、米軍基地のさ、それこそ学校公演とか行って合間ちょっと空いた時とかめっちゃってさ、俺とマーちゃんさんみんなスポーツとかやってるっすよ、俺とマーちゃんさんが一番やってるよな、一応な、僕は寝てるんで、そうそう、こいつ絶対寝てんだよ、寝てる、で多分米軍基地メンバーの中でも俺とマーちゃんさんが群を抜いてスポーツがすごいから、うん、熱がね、うん、運動能力はベストして、うん、もう群を抜いてやるから俺らの顔、うん、だってこう配信楽しい俺ら、だってあ、もうマーちゃんさん含めてこう言うけど、お前らあの本番までに疲れ切ってるけど、そうそう、へぇへぇじゃん、さっさっダメじゃん、びっくりするぐらい疲れ切ってますよ、もう眠くなりながら授業に着替えてる時とかあるからよ、フラーだよ、もうごめんなさいっつってフラーだ、でもねそれも一つじゃん、まあ、俺とかマーチャーさんは本当にスポーツへの愛がすごいから、うん、マーチャーさんくらいじゃない、事務所で、うん、俺ぐらいね、ちゃんと、うん、ね、サッカーもそうだし野球もそうだけど、うん、あの人も野球見てるからよ、文句言いながら、うん、結果ね、スポーツはね、あ、分かった、自分の中でスポーツってもう誰にも勝てないものなんです僕、だから違うところに行かないといけないから、だから頭使う方とかに行くんですけど、なるほどね、マージャンもそうだけど、うん、僕はよく言うと思うんですけど、はい、勝てないんだったら、はい、ね、その勝つための別方法を考えるんで僕は、はい、僕は必須の勝ちたい人間だから、うんね、勝負ごとマウントと嫌だからな、そうそうそう、うん、だから、うん、勝てないんだったら、うん、勝てる場所を探せばいいから、はい、って思うからね俺はね、うん、そうサッカーでもそうだし、うん、いろんなやり方ありますけど、もうサッカーはまずセンスがないのが分かった、もう小学校3年間やったけど、サッカーなんて一番誰でもできるよ、一番センスなかったから俺、そう、うん、野球が一番センスいるよあれ、野球はまだちょっとできた、でも 弱かったしな、うちの野球部別にそんな強くもなかったから、はいはい、まあでも高校入った時にあ、部活は多分俺やったとてあの伸びないし、今後やったって何もならないんで、お笑いっていうのは勝てそうだからって、いやそれは好きだから、うん、お笑いはねノリで、うん、ノリっすね、ノリノリ適当です、うん、なんか普通の仕事したくないなと思ってまともに働きたくないなと思って、ね、それ本当それしとこ、だから社会不適合者の集まりなんです別に勝てそうだからとかではない、別にこれはもう単純にやってみたいが勝ったかな、どちらか、もちろんなんていうかな、勝てそうだからお前やろうぜとかないよ、はない、それはない、スポーツなり、うん、麻雀なり、うん、いつだな、そのもう強いやつ、俺強いから勝てるなんて、こいつ悟空と一緒だから、俺強いから勝てるっていう考え方今すぐ、うん、まあ、ある人がいるんだったらね、なくした方がいいと思うんですけど、うん、はい、そんなのないじゃんやっぱね、うん、お笑い俺なんかの方が面白いから、うん、勝負しようぜライブでみたいなないわけじゃん、ない、その時面白かったやつが強いんだから、うん、これはね本当にいつも思うし、うん、そのなんかじゃあさ、大阪野球の話する時、大阪桐蔭と、うん、じゃあ沖縄のじゃあ本当にもうどこでもいいよ、中部農林とかね、うん、いいよ、うん、で中農が勝ちましたと、うん、なんかいろいろ出てくるわけじゃん、うん、なんか大阪桐蔭負けんなよこんなのにとかあるわけじゃん、うん、絶対、うん、中農ラッキーやみたいな、うん、そのラッキーとか大阪桐蔭のが強いの分かるよ、うん、でもその試合で一番強かったのは中部農林だっただけで、麻雀とかも全部そう、スポーツとかも全部そう、その試合で強かったのはそいつだけの話、だからそのなんかそういうのなしにしようぜっていつも思うだ、みんなの気持ちは分かりますよ、暑苦しいでしょマジでいらない、暑苦しいっすよ、だから俺は全力でその日一番強かったよねって言わせることを考えてる、ずっとらしいです、そういうゲームなり
麻雀もスポーツもサッカーとかもね楽しみながらやってますけど、もちろんね、その日一番お前が良かったよってのは その日でしかできんから、その前回良かったなんて関係ないですからね。そう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 、美しいでしょ今一番。それが麻雀でね出しやすいってのがあるんで、うるさいんですよ。だからそう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 、これをずっと事務所の下の駐車場で2時間聞かされるんですよ僕聞いてもないのに、うん、あ、苦しいんですよ。ありがとうな、いつも5000円払ってほしいんだから毎月。この話いつかマジで払う、まとめて払うよいつかまとめて払うよ。結婚式は、お前の結婚式しないしない、ちゃんと泣くから。しない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 、いいよ泣かなくていいから、陣だけ持ってきて本当に月額でいいいい、そんなのマジで起床あーって言った。でもそうじゃんマジだな、なそうじゃんマジな、マジ思うやつさ。一応な、言ってると正しいんすけど熱が強すぎて引くんすよマジそう思う。もうさ、もういいよ、言ってること別に間違ってないし、楽しもうぜってのはもうそれはね、いいじゃん、気持ちまかるぜって話なんですよ、うん、いろんなことにね、そのなんかいろいろあるじゃん、なんかもうあーもういやとかなるわけじゃん、一応ね、いろんなことでね、はい、スポーツなりなんなりやってるとね。そうそうですよ、でもいいよね、まあ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 、うん、我慢したらいつかマジ微笑んでくれるから、マジスポーツとか、うん、ゲームとかって全部会話しないとこれきついわ。今年ローラーブレードしようぜ。あーいいっすね、だこんなのやってみたいのよな、海以外で、海以外でローラーブレードだって俺いくらでも教えるぜ。だ俺は結構が強いではあるんですよ、もちろんが強いし、うん、結構人の言うことそういうの自分の考えが固まっちゃうとできないんだけど、うん、でも人の考えめっちゃ聞きたいんだよ。そう、人の意見聞きたいくせにさ、聞いたらさそれは違うって言ってくるからさ話したくなくなるあこいつとかには言うよ、うん、でもあなんていうその多分言われたとって、うん、そのなんか全部いろんなことゲームとかもあるけど、そのスポーツごととかね、うん、多分まあ実践しない方が多いと思うのよ、うん、でもなんかその考え方をめっちゃ知りたくて。めんどくさいでしょ、だ自分とは違うタイプの人がいっぱいいるわけでしょ、うん、そりゃそうでしょ。っての中で、あだ勝負事ってなった時に、あこの人こんなこと考えてんだ、うん、じゃあこの人が嫌がるようなことってなんだろう、うん、っていうことで、うん、嫌がるようなことをちゃんとうまくやって自分の場に最終的に持ってくるとか、うん、そういうのをよくやりますね、うん、だからいろんなの話聞きたい俺、うん、本当はね。でも話したくないね、話したくないだから困ってる、だから YouTube 見てる YouTube ってすごいっすよ、文句言っても怒らないっすよ YouTube ってえ初めて YouTube とかでやったのこの近年で YouTube とかでやったの本当に初めて。もうね、お前には言ったけど多分あの4人の中で俺が一番麻雀の YouTube 見てる確実に、もう会の日じゃないと俺は思ってる、恐ろしい量入れてるから、うん、らしいっすよ、らしいっす、相当入れて、うん、はあなるほどと、うん、いやでもこっちの方がいいんじゃないって俺は思うんすよ、いつもこっちの方が効率よくないとか、こっちの方が勝ちに進みやすくないって、うん、思うけど、でもこういう人もいるんだっていう考え方にしてる今、うん、面白いなって思う。だから、うん、あ俺にはできんやつさ、うん、でもそういう人たちってこういうの嫌がるよね、あ俺に当てはまってるわで吸収してます。まあいいんじゃないですか。もう最近なんて、うん、TikTok で、はい、永遠と、うん、なんかその雀荘で売ってる人たちのを見るのよ、うん、これ大事にしたいなと思ってて、うんうん、ちょっと俺向かないであっち向いてしゃべって、雀玉ってさ、雀玉ってさ、はい、ちょっと向かないでもらって、結構どうしてもゲームだから苦しいんで、ジャンタマってさ結構偏るじゃん、向かないで思わん、向かないでもらっていい、どうも、じゃあ普通に何、ゲームってさやっぱどうしてもね分からないじゃん、うん、でもなんかでもいろんな人の麻雀見ないとなと思ってて、うん、4人でやってる、うん、4人でやるのもいいんだけど、うん、もうどうしてもねなんとなく分かっちゃうから、うん、やり方分かるじゃん、うん、でもジャンタマもちょっとオカルトチックな話だけど、うん、あれもねゲームだからちょっと伝わらないのよ何も、うん、でも逆にいいなと思ったのがそういうこういう TikTok とかで、うん、このこうなってガンガン飛ばしてると、うん、たまに出てくんだよ、あライブ配信みたいなで出てくる、そう出てくる出てくる、あそうそう出てくるんじゃない、うん、でそういう人たちのを見て、うん、もう全く知らんちょさ、うん、全く知らんちょが、うん、あこんな打ち方をするんだとか、うん、めっちゃ面白いやっぱ、うんうん、まあ、僕はなんかこんなのできるからね他のところに活かしたいんだけど本当はね、うん、それを多分お笑いに向ければいいんじゃないかな、ね、できないねまだうざね、本当困ってる俺、誰か調教とかできないですか困ってる俺とっても半ば
そう、調教拷問込みでいいんで。でも、でも、これやっちゃうと、ああ多分俺やらないと思う、もうお笑いもなんも。喋りたくない俺も。もう、この熱量だから今できるんだと思う俺。特性こいつマジで。え、なんすか、えカーポイさん。松田さんが先週、金ぴらごぼうの番組で言ってたモードに入ってる気がする。どんなモード、何言われてたの先週。わからんけどさ。先週、なんて言われたんでしょう。あ、まあ、いいんじゃないですか。まあ、いいんですけど。どういうモードなんでしょう、僕のモードが。ね、もちろん、うん、本当にこいつが嫌な時は、うん、僕言わないんで。あ、嫌ですよ、ずっと。あ、そうなの。でも、あ、限界の時があるのよ、たまに、顔が。んたまに、うん、あいや、ずっと限界だよ、うん。ずっと限界なんだけど。ダメっしょ、ずっと。違う。やめれよっていう、この返しができる間はまだ大丈夫なんですよ。なんだこいつ。なんでか言うか、放送だからじゃ。でも、本当に、笑えんぐらい無理な時があるから。ちょっと迷信だから。はい、失礼いたしました。頭下がっていくから。死ねっていう迷信してる時だろ。なんか飲んでくかいって言ってるから。だから、月額5000円払ってほしいんですよ。サブスクで。いつかあったんだよな。いつかあったんだよ。なんか、異常なぐらい終わってる時がなんか。このストレスは金銭でしかもう。うん。解決そうっすよ。大丈夫やみって思う時があるから。やのせいだ。え？お前のせいだ。俺のせいでそうなるんで。いや意外と俺のせいじゃないこれ。誰のせいじゃん。いや言っちゃったらダメだよこれ。なんだそれ。世の中世の中。世の中世の中のせいか。そうだな。だって何だったからやっぱね本当にこいつが一番やばいからどうしても。俺は何もやばくないだろだから。ねキャンさんキャンさんどっちがやばいですか本当の話。やばいよ。うん。いや。どっちもだ。両党やばいよ、ちゃんと。分かってるよ。その両党と波長が合ってるんだから、俺今。どっちもやばい。多分さ、何多分本当に俺とキャンさんにしか見せない時があるじゃん。何がなんか激ヤバモードの時があるさ、極まれに。あれ別に。まあまあまあ。でも、いや、お笑いにしきれん時あるぞ、お前が。あるよ。まあ、分かる2人で差しで熱くなった時の、うん、本当にヤバいやつが出てくるさ。あやばいやつこれ誰にも言ったことないでしょあれってほぼ どれの話、まあ、どれかって言っちゃうとダメだけど、うん、あまあ別にね本当に熱くなって、うんね、お互いでねいろんな話するから、うん、フェイデンなりね、うんうん、よく話はするんで、うん、こうした方がいいとか、うんまあ、最初に、ね、こっちの意見がまず合わんと、うん、大変だから、うん、こっちで固めてみんなと共有する、うん、でみんなの意見聞いてまた考えるみたいなのをやっていきたいから、はいうんこっちで向く場所変えないように、まあコンビもそうですけど、はい、話しますけど、本当になんか熱くなって、俺が今ぐらいのテンションでね、うん、何でもかんでも言うんですよ。うん、ただたまにちょっと飛び火がつくとついて、うん、オラーって来る時があるんですよ。うん、ごくまれに、うん。基本は聞いてるだけなんですけど。うん、で、満足したかっつって、なんかわからんけど、いいネタができてますよ、その時に。で時何のネタの時ですか、これ。いや、よくそうよ。そうですか。なんかわからんけど。でもごくまれにあるのよ、本当に。あれめっちゃ面白いんだよな、俺は。お前だからあれだもんな、俺がキレてる時とか好きだもんな。でも、うん、すごく面白いのよ、あれって。あれ面白いの、お前だけだっけ。うん、でもいや、それでもいいと思ってる、俺は。なんかわからないんだけど。みんな引くんでね。なんかわからないけど。普段感情出さないからでしょ、あんまり。なんじゃない、みんな。うん、だと。みんなと言う時はそうだからじゃない。俺はもうそんなの分かってるから、そういう部分が。楽しい感情を出すけどね。そう。俺はその負の感情も知ってるから。なんか分からんけど、それが結果、その、僕らネタやるときの、ここの関係性にも繋がってくるんだろうなと思うのよ。はいはい、俺がこんだけやっても、ねっていう話ですよね。まあ、そういうところがあるから、さすが面白いな、こいつはって思うんですよね、俺は。ちょ、僕はもう、言っときますけど、はい、聞いてる人、はい、不快に思わないでほしいですけど、不快に思わないよ。不快には思わないでくださいね。ちょ、全員死ねと思って僕生活してる。これは可愛い方なんですよ、はい、もう全然赤ちゃん、うん、もうなんか成人男性出す時あるからたまにこれが赤ちゃんだとしたら負の感情の成人男性出す時全然あるから今からこれ育てていってこんなの赤ちゃんよ全然卵マジですごい時あるもんたまに俺がまあまあまあっていう時あるもんありますよねキャンさんねまあ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 っていう時あるじゃないですか俺がたまにいつもは俺が言われてるけどそんなそれがじゃあ8だとすると200ぐらい出すからまあ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 って分かったとタバコ吸おうっつって焚きつけてるのお前だから、ね、でも俺は出した方がいいと思うんですよこれいや別にここで出すとは言わんよ、うん、でもなんかうまく発散した方がいいと思うんですよ、うん、
これずっと思ってたら大変だから絶対これうまくねどっかで出した方がいいなって思って、うん、わざと俺やってますよそれが余計なお世話だもんよ。ああまあまあその感じもその言い方も分かりますよ。そういうね、いや分かるけど、まあそれが多分嫌ならもうとっくにもう俺ボコボコにされてるから、嫌が笑ってるからあれちょっと誇張して出してる時もあるし、ね、ああ分かるよ、うん、分かるよ、分かるよ、いいんだけどね、それでいいんだよ、だからその場が受けてるからね、うん、全然いいんですけど、まあまあ、こんなのにでさ闇の塊みたいなもんですからね、こんなのに普通に2人でラーメンとか食いに行けるからよ、うん、全然行くなんでかね知らん、絶対に友達なれんよな、なれんな、絶対にな、同級生だったら友達ならんや、100なってないよな、ならん、俺遠くから見てあいつ嫌いって言ってる、うん、あ俺嫌われてるやつだと思いながら生活する、俺の同級生だったらしだしてるな、あいつ嫌い、でもね、なんか不思議だよねここ、俺は年の差だからだよ、この年の差があるから許せるんだよ、まあだと思うよ、まあ一番はね、うん、でもなんか分からんけどそんな波長合うんだってのは思うよね、なんなんでしょうね、また肘ついてるしな、自分たちだからいいよ太くなったさっきよりあ、ほんと映像で見た急激に太ったキャラ作りしてるんかなと思ってほんとですか必死にまあ、まあだってもう、はいはい、あんまり大にしないですけど、はい、ね、こういう暑い時にこういうのは行った方がいいと聞いたんで言いますけど、はい、なんすか俺一番こういう人リスペクト、リスペクトしてる噛んだからダメですメール行きましょう、ほんとに思う、ほんとに思うこいつはすげえなっていつも思う、何がよそいつはマジすげえなと思う、本当に俺の熱い信頼知らんでしょみんな、こいつへの知らん、俺も知らんもん勝手に信頼されて丸だけされてる時あるけどあーメール、メールもらいました、この後のタバコ美味しそうっすね、キャンさんねうざいっしょうまいタバコ吸えそうっすね、うぜあ、はい、うぜまあ全部あの嘘なんでこれ台本通りやってますから今日も台本通りやってますから、はい、メールだけですね、台本じゃないのはね、はい、うん、ラジオネーム刺激のめいちゃんさん、ありがとうございます、オイル君、もとし君、キャンチー、これキャンさんの元気な声、こんばんは、誰かは返さんと俺一人で電気アホみたいなやつになるから、ほぼ2時間ぶっ通しの生放送出演お疲れ様でございます、ありがとうございます、ほぼ2時間ぶっ通しで喋ってるのか喋ることがなくなった気がしますが、心が本領発揮ですもんね、だって喋ることなくなったからあんな話してんだもん喋ることなくなってるというか通常営業じゃないですか、あ通常営業、これが別に我々は、はい、そして先ほど、場所も把握、坪屋交差点を右に行って、先150メートル先ですからです、どっから来たかにもよるんですけど、まあ、右か左かは南からじゃない、南から来たというのでしょうね、本当にチケットプレゼント企画に当選、いっぱい応募が来るかなと思いきやの私だけだった、改めて本当にありがとうございます、当日はこう言えばいいんですかね、ヒーフーミーさんの番組でチケットプレゼントに当たっためいちゃんです、いや、あのつって言ってください、あ、そうですねあのめいちゃんですって言ってくださいって言えば大丈夫でしょうか、はい、詳しく見たらソールドアウトのプレゼント、本当に感謝しかない、当日は飲んだり、トンコックさんぜひぜひ、トンコックさんを食べたりして、あ、ぜひ食べてくださいちょっとおじさんの間具合見たくないんですけども楽しみたいと思う、あ、奥のトイレはワンチャン数分使えない時間あるんで、そうですね、まあまあ、ね、大丈夫ですか、もうこれはもうあの本当にそういう時代だから、そうだね、多分ジュルジュル聞こえる可能性もあるし、そういう時代だから俺ら何も言わん、はい、なんか糸引きで出てくる可能性もある、ういというか、ういってやってきたらなって当日は放送できないネタがたくさんということなんで、楽しみしかない、禁欲解禁まであと9日って聞いたら意外に少なくなりましたね、1ヶ月間やってるってなったら本当に恐ろしくて、はい、全然間に合ってないですよ、だからいろいろそうなんです、なんか禁欲している AV 女優が禁欲解禁に本領発揮する感じみたいな、そうそう、わかる俺今そのテンションなのよ、あるじゃん一回やつ禁欲してめっちゃピストンされるみたいなやつ、あのイメージも俺、お前さ俺との漫才セックスかなんかだと思ってます作品だと思ってる、キショイ、どっちのマインドもキショイ、はい次行きましょう、キショイな、終わってる、公開セックスになるのかなと思いました、松田っちスタッフさん、リスナーの皆さん、こんばんは、俺はね俺はね、まあ、珍しいっすよあなたやられたい、珍しい、俺はね久しぶりじゃないですか、こんなの黄色打ってたよや俺はね
はい、おねむの七田を、はい、先週土曜日に行われた FEC お笑い劇場いおいかつじゃなくておつかつなんすかそれは来てたんだ来てたんだね来てたっけ見てないの、オードルさんのネタの時悪魔出てきて怖くて心の中で泣いた、うん、ダメだよお前あぽっちゃりの人もこんばんはよっ怖っ怖っ時差ボケえぐいな怖っ最高だなこのタイミングなんだお前ふざけんなよしかも今まで一番面白いこれあぽっちゃりしかもあぽっちゃりの人もこんばんはびっくりしためっちゃ面白いしこいつどんどん面白くなってるぞこいつお前そっかついたあるな、あーもう嫌だもんライブが終わった後高校生の頃に制作した映画の台本と DVD キンペラごぼうの森美さんに渡したから感想楽しみにしてるでということで、終わりマンボ終わりマンボまだ見てないあー、F1 中道メンバーだけじゃなく他の芸人さんにも見せてもいいからねということで終わりマンボ終わりマンボ完全に忘れてましたこれ見ないといけないです笑い、はい、これはもう宿命ですから宿命達也来た達也あ、達也さん達也来たあ、仕事中だけどこんばんはこんばんは美味しいわよ舞台の上舞台の上でぶっ放すあと9日ですすいませんよろしくお願いしますよろしくお願いしますね本当にカーボーイさんから爆笑問題の太田光は立川男子の漫才じゃなくて、落語お客さんと男子さんのセックスみたいなもんだって言いよったよなるほどねだよく言うじゃん、うん、それオナニーだよとかうんそれは僕よくわかるよねほんとセックスだからねお客さんとセックスしないといけないから 3P ですよね毎回あるあるうん 3P です男多い方がいいよね嫌ですまりまたないねお前それ歌ったらどうにか消化できると思うなよ人生の妖精さこいつきつぅ君の名前は森いや喋ることなすんできてマジで歌うのやめろそれは違うよ人によるよはいやば、はい、なあこいつマジで、うん、なあ男子泳がいいよねじゃないわ知らんお前の AV の性癖まで知ったことじゃないからあティンクルちゃんからメールどんどん面白いなるようになるように頑張ってるお宣言しなくても大丈夫分かってるから素晴らしいよこの向上心素晴らしいですいいですねいいですめちゃくちゃいいと思います見習えよ元氏見習えよティンクルちゃんをよいやー見せたくないんすよね僕はっきり言っちゃったお前さ、ね、出たんか今はっきり言っちゃったじゃない間違って射精したテンションで言うのよね何がね、まあね、うん、まあまあこれしばさないください彼がよく分かってくれてるんでまあいいんじゃないですか、はいうん、だと思いますだと思います僕も、はい、単独ライブがもう9日後と迫りましたが、はいまだ何もできてませんはい普通に忙しいですなんか忙しいですね何もできません、ね、この後キャンさんと打ち合わせをミーティングしますはい一本だけタバコは済ましてくださいコステカやりましょうねやりましょうすいません一本だけタバコ済ましてください、はい、皆さんまた来週も、はい、来週もまあまあ来週はもうだから直前だから直前なんではい、はい、楽しくやりたいと思いますお願いします、はい、当日ね来ていただける方はぜひ楽しみにしていただいて、うんめいちゃんさんも当選しましたのではいお願いしますはいね、え単独まで、まあ、ちょっと残り時間も少ないですけども頑張っていきたいと思いますので皆さん応援もよろしくお願いいたしますお願いしますはいということでオードブルの支援に飯テロ、この辺でお別れですバイバーイよいしょダブル P ですねダブル P? でもダブル PC があってよかった俺のおすすめなんかダブル PC で埋まってくるあ選手権なくなりました選手権なくなったの逆にちょっと恋しくなっちゃいましたもう出てこないですよ。もう今もう一回見ないと。もう大谷翔平でいっぱい。ダメダメダメ。違う伊藤に任せない。違う伊藤に任せないと。WBC 期間中はね、もうそれしかない。ほら出て出てくるんだもん。でも野球の話とどうも野球の野球。野球と、ま、だ野球と足止め。最近足止めがくっついてするわけよ。なんか野球と足止め。あと、よくバズる俺の先輩がいる、うん、昨日もなんかバズってたやつ、2万ぐらい天敵、うん、バズるアクセルやってバズるよ、うん、もしかしたら異次元だと2万、2.1 万回
バイクに変形できるとか。すごい。芸人がやったら唯一尊敬してる人。すごいな。本当にすごくいい人、とってもいい人。面白い。普通に飯行くけど、まあ、今東京にいるんだけど。一個前。この先輩定期的に望むんだよ。意味わかんないけど。そう最近足止めでツイートするんだよ。いじっていいのかなと思うと怒るんだろうなと思って。もったいない。足止めの動機がこれなんです。あ、違う、直してる。足止めの動機。退職したんだ。4年間の経験で、現在ウェブの仕事担当。ウェブの仕事担当。仕事やめちゃった。やべえ、仕事待ってくん。今でも PT は大好きです。退職したビリは何言ってんだって感じです。で、いや、ごめんね。本当に芸人やっててよかったなとは思うのよ。マインドが良くなるからまだ。なんかあんな知識を持っている人がエビデンスのない民間業務的なものを説得的に進めるのは罪に値すると思ってますとか、不満があるのはプラスだと思いますよ。不満がないと改善しないでしょうとか。動画は基本的に 1.5 倍速。バイバイ。お疲れ様です。一目ってなるんですよ。4分くらい3分くらい逆に始つながってたのかい。つながってるんですよ。あ、一目と思うんですよ。動画は基本的に 1.5 倍速で見てたんですけど、人に話すと3割くらい死に急いでるんですかって聞かれるって言う。どうしたお前と思って なんか辛いことあるんかってないでしょ。大丈夫かって。大丈夫でしょ。なんか動画やってるらしくて、そうそう、クラスのグループラインにも貼ってたんですよ。今なんか動画やってますみたいな。いいじゃないですか。ね、どうしたと。なんかあったのか。あんなにさ、もう芸人も好きなのよ、あいつ。あの時は今は分からんけど、うん、当時はもうバリバリのやつじゃん、一緒に、うん、でもそれよりもやっぱ夢はこれだからっつってね、やめたわけじゃん、うん、そんなやつがなんか軽くポンってやめて、なんか動画してますとか言うから、なんかご飯でも行こうかと思ってたけど、どうしたと思う、マジで。何食べるから来たら言ってください。あ、そうなんだけど、いやだから言わないけど、大丈夫かと思ってたけど、俺だから単独も来てほしかったけど。大きなお世話です。大丈夫、ほっといてください。いいんだけど、だからその単独も来てほしかったのよ。まあ、忙しいからこんならしいんだけど、うん、ぜひ見てほしくて、うん、もう なんだろう、その別になんか自慢とかじゃないよ、もちろん。今俺はこんだけ面白くなってるとかのなんもない、うん、単純に見てほしいなって思ったんだけどね、うん、大丈夫かと思って、話聞こうかと思って、ホテルで話聞こうかと思って。え、楽でもなんかね、どうしたってなるわけよね。お前ストロング飲ませやすんできた。とうとう、この気のせいで男に走るのか。チャミスル、チャミスル。チャミスルの後にチョミスル。チャミスル、チャミスル。チャミスルの後にチョミスルですね。やば。出てこないかな、チョミスル。AV 作ってくれんかな、誰か、チョミスル。チョミスル。しょうね。この熱い感じあるじゃん。はい。フルボルテージ手前になると、ふっとさ、俯瞰で見ちゃうの。それまで気づかないと、自分で。ふって見えて、あいやー、あいやーって思うよ、いつも、うん。でももう遅いかーって火つけるってこと。落としてほしいな。いや、落とすよりは、ここまで来ちゃって落とすよりは、もう、フルスロットルで行こうってなる。いつも、あいやーと思って、また今日もやっちゃったなーと思ってる。でも、これがもう、止まれない人なんだろうなと思ってる。いつか俺が横でゲロ入った時は止まってない。あ、オッケー。ゲロ入ったらゲロ吐くまで OK ね。やがてだから。なあ、やがて。やっぱこいつもいいけど、理にはかなってんだよな。言い方なんだよな、うん、言い方と熱を全て、あの伝え方全部間違えてるけど。俺の映像講座よかったでしょ、この前は。うんうん、分かる。超良かったでしょ。うん、分かる。言いたいことめちゃくちゃ分かる。でしょ。もう言いたいこと。でももうあれできないから、お前通訳立てないと無理。じゃあ終わりましょう。タバコ吸う。お疲れ様でした。バイバイ。